そんなに見られたくないこの序盤で。この序盤でそんなに見られたくないハル。何だよあれ切ったのあいつ。だってあの人チューブを普通にしてそこやるんだ。何あいつ何切ってんだよあいつ。そんなに見られたくない。なんだあいつ初かドラか、ちょわかんねえな。まあでもとりあえずこれでドラを抱えてるやつがいなさそうっていうことは分かったね。そのそ、ね、いたらささすがにとりあえず光らせる、さすがに照射するじゃん多分。そうですね、2枚抱えてたらねさすがに。ああってことは多分これ初誰も重なってないかもしんないな今のところ。そうだね。ああこういうゲームかこれは。やべえこれちょっと恥ずかしくてこれ裏目隠してこの3万裏恥ずかしいからとりあえず裏で恥ずかしいから隠したいこれ。プレミオンなかったことで闇の中に放り込む。照射されたら闇維持するんですよ。照射来たか、照射来たか、照射来るか。おーおーセーフ。いやリーチはやばい、これは照射だろ、リーチはやばい。照射来た、いや維持来た、維持来た。何やってんだよマジで。うわー、もう俺が照射来てやるよ。やばいよそれは。やばい、あいつもう毎ターンしてするぞ絶対。環境層やってよこれはもう。譲り合い2000点だぞお前、譲り合いの精神やめてくれ。6100だぞこっち。照射マジで熱もったー。くそくそマジかよ、やばいこれ。これ待って、2万6000点。うわやべえ、やっぱうっそ、うわぁ、やばやばいやばいって。お前ら大丈夫か。光よりも早く照射。あいつ光の速さで照射してくるやん。手配が設定しかねえよ。手配そういうことか。とりあえずそういうことらしいよ。あいつ照射してきてるってことはなんかある程度泣きたいはんじゃねえ、知らんけど。強人だから一回挨拶してさ、誰が泣きたいかちょっと見極めるみたいなとこあるよねこのゲーム。あーこれか。いやでも言うて僕とオカピマジでやばくて、点数ないんで、いや俺のことは言うなら、リュウさんこっちあれっすよ、リーチかけたとき闇ハイもうできないですだよね、もう照射できないもんね、もうその点数。もう闇ハイにすらもう投げれないですから、これ。あいつポンしてるぞ、あいつポンしてるぞ、ポンしてるぞ。大丈夫。とりあえず、これはしょうがない。これ、トイメンから流れるのしょうがない。だって、あいつ闇ハイできないもん。実質。そう、闇ハイ封じられてるから、あいつ。2000しかねえ。普通のマージャンっていう。そう。あいつはしょうがねえ。あいつはかわいそうだ、ちょっと言うしやろ。これは、難しいな。どうしようかな。こうか。確かに。でも一人でちゃんとずっとリーチかけてんだけどな。使いどころはな、ちゃんと考えないと。うん。基本的に自分で積もれるようにしてもらっていけないから、まずいい街でリーチかけるのは絶対条件っぽいね。あ、やばい。おい、やばい、ドラさんじゃねえか、お前。何してんだ。ん？踏み込みか？隠せないですもん。まあね、まあそりゃそうね、確かに。やばいぞ。コンドラさん。おい！ここも！もうこれ13がもう突っ込んでほしい。まあ行きますよ全然。うーん。あでもこれ毎、まあ、回ここかな。だって自分と自分どっちが先に死ぬかの戦いだからな。照射するのお前しかいないと。照射するのマジでアイスつけ物以外いないんで今。俺たち照射したらマジ点数なくなるんで。マジで。照射担当アイス。トロさんこんばんは。おお来た。闇に来た。うお照射だ。
いや、ゼロ点だもうあいつでも、あいつも照射できないから、闇灰撃たれたら何もできないぞ、あいつ。これ上がれない、これ上がれない。これ上がれない。これおかっぴ、資金力の、資金力の差でこれ、上がれないことが確定してる。絶対この人からは。かわいそうに。そうか、俺は無敵だ。やばい、これやばい。いや、どうだろうな、これやばい、これは見せるわけにはいかねえ。おお、何する、やばい、俺が強靭すぎて、いつもクソみたいな灰を闇できるから、なんか、照射してこれ、全員。これは闇、闇してこう。はい、資金力で勝てないぞ。ああ、まあまあ、維持かな。お前ら、お前ら見せろよ、ずるいぞ。俺は見せろも言えないし、隠すこともできないんだぞ。いや、これ甘えだな、それは。どうしよう。甘えてんな。やべえ。なんか、ノーガードで麻雀打ってるやつが一人だけいるな、なんか。これは、これはいいや。そうね、まあ、安牌っぽいやつは、まあ、闇配しなくてもいいやつね。さあ、照射するか。照射してくれ。照射。あ、じゃあ、照射してあげるよ。よし、来た。照射維持、維持来た。さあ、これ、どんどん釣り上がっていくぞ。3万1000点。リーボー32本きた。やばそうな灰は闇に隠す、闇に葬る。うおもう維持できねえな、もうお前維持できねえな。これって勝者2人同時にしたら問答無用で闇、問答無用で闇。強い強い。次でもこれ上がったら4万5000だぜ、でかすぎる。いやいや、ダメ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 、やばい。やばい。お、闇灰するか。闇灰するか。いやー、これはちょっと一回撤退ですね。一旦撤退するしかない。ひよってるやついるか。もうダメだ、もうこれは勝てない、さすがにこれは勝てない。あいつもう点数4桁になってきてるからな、さすがに食べられるんじゃないか。毎ターンやるからな。完全安牌が俺毎ターンやるから。勝者しろ、いけ、よし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 よ。友情の論が決まった。うわぁ残しとけば、ここまで残しておけば、点数をここまで残しておけば。よし、ユーザーゼロが勝った。くそよし、ユーザーよりゼロの方が1位ですか。いやー、なんか最初ふざけまくって、なんか点数ボンボンなんかぶっこんでたんだよ。あのタックの中に。そしたらなんか最後の最後、一番重要なところで点数ねえっていう。ここぞっていうところに点数ねえっていう地獄みたいなこと起きた。おっしゃー、敵陣が違う。おっしゃー、すべて闇灰にしてやるぜ、俺の世界。すべて闇灰でリーチかけてやる。どうしようかな。いいか、すべて闇灰でリーチかけてやるから待ってろ。あ、それ切れるんですね。なるほど。俺今それ闇にする気満々だったわ。ちょ、闇に葬るわ。初手から闇に葬るの迷惑じゃない。マジでそれ迷惑じゃない。マジでちょっと闇に葬ろう。あ、パクリスか。おい。迷惑だな。何やってんだ。これもすでに上がったら8000点もらえるからね、これ、このゲーム。おい。あ、じゃあ照らすわ。あ、それスキップするわ。何やってんだマジで。得点どんどんなくなってる。得点がどんどんなくなってるぞ。痛いよ。おお、なるほど。うん、まあこうか。あいつ多分そこそこ泣きていいのかな。なんかめちゃくちゃ照射してくる、あいつ。
いや、とりあえずやっとく。ああ、なるほどね。ポン、おい、やめよ。おい、黒セミてめえ、そういう牌を闇にしろ。そういう牌を闇に葬れ。何してんだ、あいつ。しよっかな。これでもこうしとく。誰も照らさない。迷惑でしょ。それ迷惑でしょ、それ。おう、じゃあ開けるか、おい。おー、来た勝者、うおー、おー、意地来た、意地来た、意地は草。でもそういう牌をあえてあの闇牌にするの結構あるけどね。まあまあまあ、まあ、お、なんか入った。おらよ。おら来いや、おら、うわー、はい、くそくそが、うわーなるか。そういう牌を闇にしないからお前は痛いを見るんだよ。確かに。そういう牌を闇にしないから痛い目を見るんだお前は。おら、53,700点だボケ。おら、ゴミどもが。世界は終わったんだもん、これで。お、許せねえな。俺から得点を釣り上げようったってそうはいかねえぞ。なんて言ったって俺の手はな、今んところゴミ手だからな。安排分解放したぞ。ちなみに今のマジで、マジで今の怖すぎて、あの吐くあんこだったのに全部闇灰で吐く切った俺。短期もあると思って全部闇灰で吐く切った3枚手から。これでいや。おいおい、何してんだよ。ちょ、泣かれる危険があったので。一応黒セミさんだけあれか、あの照射する権利持ってんのか、ちょっと一回闇配しよう。押しとくか。いやー、これきついなーこれ。え、チンロート、まさか。キュッ、キュッ、飛ばすのやめてもらっていいですか。そういう感じか。うわー、これ嫌だなー、これ嫌だなー、これ。お、照射しない、照射しないぞ。あいつテンパってないのか。これ嫌だなーって言いながら、なんかあの切ったら照射してくるかと思ったけどな。そんな雑なブラフには騙されないぜ。これどう、これはどう。お、君の上がりかもしれない牌が2枚切られた、大丈夫か。君が上がるかもしれなかった牌が2枚切られたぞ、大丈夫か。守ればいいんだよ。リーチャイったポンだお前、俺の罰付きしやがって。あ、それ通るんかい。それ2枚、それ2枚切ったのに俺今。おー、そっきるか。考えまーす。おい。どういぞ。正面から戦い、逃げるな。バカめ、上がれるもんなら上がってみやがれ。あいつ許せねえな。ほら、俺から上がれるもんなら上がってみやがれ。どうした？どうした、どうした、俺から上がらなくても他の人から上がると勝つんだよな。どうした、どうした、どうした、ほら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 。俺は全ての牌を闇に葬るぜ。俺は全ての牌を闇に葬る。ほら。あいつ許せねえよ。その修行じゃねえ。うわマジか。うおー、神ゲー、神ゲー来た、神ゲーだ。うわー、11番って、うわー、神ゲーだ。100点プラス100、神ゲーすぎる。なんだこの神ゲーは。やば、神してたけど神ゲーすぎる、これはガチで神ゲーよ、来た。